裏社会の複数勢力から標的とされる牧村誠。彼女が狙われる理由を探る真島は、誠の面倒を見てきた中国人の針師李に見込まれる。李はかつて大陸系組織に雇われる殺し屋でもあった。誠を守ろうとする二人の前に現れた男、近江連合貴人会会長西谷誉。関西を牛耳る近江連合内部で、西谷、佐川という二つの勢力がそれぞれ誠を奪い合っていた。徐々に誠をめぐる勢力図が見えてくる中、真島は密かにかくまっていた誠の存在を佐川に気づかれてしまう。しかし最後に誠を手にしたのは、突如深い闇から現れた白いスーツの男だった。私なんてやらずに済むならその方がいいってさ。でも真島ちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟に成し付けてお前を東条会に戻してやる気だったんだよ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ、百歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃、足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあんだ。お袋に内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして、可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ。親の前ではな。あ？次の日その猫を殺してやったよ。お前のことは必ず殺すよ。でもその前に、あの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。